えー、集団が苦手で恐怖心でまともに振る舞えなくなってしまいます一人で電話営業して契約を取るということはできるのですが店舗の接客で部下上司とコミを図り周りを見て瞬時に判断して行動することができませんそんな中に放り込まれるとどう振る舞えばいいか分からなくなりますじっくり考えて決断に時間がかかるタイプです内向的で人の好き嫌いがはっきりしています恋愛でもマチカンアプリなどの一対一だとうまくいきますが自由度の高いマチコンなが苦手です自分の弱点を克服する良い方法はないでしょうか克服しなくていいんじゃないの あのまあ兄弟がいないタイプだと思うんですけどその複数の人がいる中でこの人はこう考えるだろうからこういう話をする中で自分はこういう形をフォローした方がいいっていう団体戦のやり方を知ってる人っていうのとあともう完全に1対1なので相手が言ったことに対してこれを返すっていうので要は第三者がいる場合って不確定要素なんですよ。 要はあの刑事さんでベテラン刑事と若手みたいなのとか,そなんかあの優しい刑事と怒る刑事みたいのでその役割を分担して攻めるってあるじゃないですかでもあれも「よしここで怒ってくださいベテランの刑事さん」っていう時に全然怒んないで牛丼食うとか言ったら「それじゃねえよ」みたいになったりするわけじゃないですか。っていうのでその相手がこう動くだろうなっていうそのある程度の予測ってやっぱ不確定なのでなので不確定なものに頼らないでその自分がコントロールできる中で全てを進めたいって考えるのは割と問題ないと思うんですよね。 なのであの結局あの結果をどう出すかって話なのでなんでその不確定要素を絡めない方が結果が出やすいというのであればむしろその自分が不得意なことをやるんじゃなくて不確定要素が入る形ではやりたくないっていうのであの自分一人でやって成果を上げるっていうのをずっとやり続ければいいんじゃないかなと思います。ただあの得意な形で勝負する方がいいと思うんですよね。あのまあいいやあの集団スポーツが得意な人と個人スポーツが得意な人って結構分かれるんですよね。 なのであのそのサッカーとか野球とかみたいなその集団でやるのが全然得意ですっていうタイプの人とあの要は格闘技みたいなあの自分一人でやるのが得意ですっていう人って結構分かるんですよ。まあ両方得意っていう人もまあたまにはいるんですけど格闘技めっちゃ好きな人で集団のスポーツ超得意って人あんま聞かないんですよね。なのでなんかそこら辺はやっぱりちょっと分かれるのかなっていう気がしますけど。